ハチマル TV スタート。10月27日、埼玉県じゃなくて茨城県の方ですね、来ました。ここにね、小型スズメの巣があります。これはね、台風15号か19号かで一度ね、壊れちゃったんですよね。よくあるんです、今年は。まだね、蜂がいるので、これだとね、巣穴がどこにあるかわからないので、防護服を着てやらないと危ないですね。あそこが今の出入り、モンスズメっぽいな、これな。モンちゃんかもしれないですね。あ、こっちか、帰ってきたか。こっちにも巣があるのか。モンちゃんっぽいんだけど、今ね、こっち来たんだけど、こっちには巣はないですね、おそらくね。ではちょっとね、これ防護服着替えますので、着替えての作業入ります。レーダーはカットしました。これね、面白い形、これぐらいでいくか、これぐらいでいくか。よし、ではね、まずは蜂を殺虫剤を入れてみましょう。使いかけのやつ2本入れてみましょう。蜂殺虫剤噴射。噴射。これもモンちゃんの女王です。
3センチ半、4センチあるかもしれない。この木が全部巣になってるな。結構大きいわ。結構ね、デカめの巣ですね。50センチぐらいあるかな。枯れた木の中、この木の中に作ってたんですね。下に結構落ちていたのを集めました。そうですね、前がね、前の方がね、畑になってますね。こっちか。そうですね、蜂の巣こんなですね、腐った木の中というか、なんかね、そんな感じですねに、作り始めてしまったと。作っていたということかな。あとね、しまったね、これね、蜂はね、まあモンスズメで、ほとんどもう生まれちゃってますね。多分台風15号だな。おそらく台風15号。あ、まだ、幼虫はいますね。ただ死んでる？ちょっと微妙に生きてるな。さっきの殺虫剤で死んだか。これが1段目の巣みたいな感じ。生きてますね。一応ね、女王蜂っぽいやつ、いました。違うかな。これね、結構大きい。あ、この死んでる蜂の子供は大きいのいっぱいいますね。あ、これが女王蜂っぽかったんだけど、まあ大きいのいっぱいいるね。まあ何層だかはわからねえな。いっぱいある。
再建したんですね、おそらくね。これがまあ1層目だと考えて、2層目、3層目、4層目、5層目、6層目、7層目ぐらい、よくわかんない。7層目の半ですね、これおまけ。一番下でしょうね、これがね。7層半。まあ一応8層ということにしますか。8層でのモンスズメですね。これね、私ね、病院送りされたことあります。首んとこ刺されてね。首んとこ刺されて、昔ですけれども、4、5年前に病院送りされました。すごくね、この蜂は凶暴なんです。まあね、日帰り入院だったですけどね、点滴6本ぐらい打ちましたね。まあ、打たされたと言った方がいいんでしょうか。ね、危険ですので自分では絶対やらないようにしてください。こんな感じでした。ね、作業の方が終わりまして、アドバイスとしては椿のね、このこっちが椿なんですね。これをね、 冬場に切っといていただければ来年は来なくなるでしょう。こっちはね、椿じゃないんであんま関係ないと思うんですけど、あとここがね、もう腐っちゃってるんですね。この中にモンちゃんが巣作って、台風15号の方だと思うんだけど、折れてここに引っかかってた壊れた巣を再建したんですね。半月ぐらいでね、そんな状況でした。10月27日でした。50匹ぐらいはね、いましたね。チャンネル登録をお願いいたします。作業エリアは、東京、神奈川、埼玉です。電話番号は、080-9171-3688 です。終了。